はい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 
泣きそうになって、てか泣いたんだけど。さあここで俺が出てきたということは、何を言うんですか。ここで何を言ってるんですか。何時に来たんですか。明日の予定でも。明日だけですか。何時からですかレッスン。明日はオフです。休みだ。違う、そういうことじゃない。間違えた。すみません。はい、ということでここでついにお待ちかねの動画発表です。どうせ一回どうしよう。ここがもうね、いややばい、一番のクライマックスと言ってもいいぐらいのとこだよね。でもみんなこれ聞きに来てるもんね。まあ、今回のワンマンライブチョコベビーね、2人に課せられた目標がこのセルビアンナイト200人以上のお客さんを、呼ぶ、チケットの販売数じゃなくてちゃんとここに来てくれる人が200人以上ということが目標で、2019年8月31日土曜日チョコベビー加入チャレンジワンマンライブ、動員は240人です。チョコレートゴムが入ってます。はい、ということで、240人ということで、渚コーラ、そしてサッサーがチョコレートモモの、正式メンバーに決定しました。いやー、よかったね。よかったよね、本当に。すごい、こっちもすごい緊張したもん。本当ありがとうございます、聞いてくれて。ということで今日からチョコレートボムは5人から7人に正式的に8人だね今ねそうだねごめん白ペンごめん、まあ7人と1匹というそうだね1匹と人間メンバーが1匹7人にねなったわけなんですけどもということで7人でこれからも頑張っていきますので改めてよろしくお願いします。お願いします。